ジガリバーサーダージハツーミンです。夏といえば夏祭りほのかです。最近緑茶が好きですくーちゃんです。チャンネル登録、高評価、スーパーサンクス、よろしくお願いします。はい、というわけで今回はですね、笑ったら、即巨大風船、質問を見ずに回答。じゃーん。こちらの企画はですね、TikTok で流行ってたあの企画をやりたいと思うんですけれども、はい、笑ってしまったら、その瞬間、こちら、はい、こんな感じで、巨大風船が膨らんでしまいます。はい、なので、笑わないように気をつけて、はい、いきましょう。頑張りました。で、はい、今回は回答に、はい、ほのかちゃん、はい、で笑わないで頑張るよっていうのが、くーちゃんとつみで、はい、やらせていただきたいと思います。はい、でもマジで、絶対これ質問ですか？そう、なんかでも、マジで何かわかんないんで、笑かしに行きたいから、そう、面白ワードを考えてたんですよ、いろいろ何がいいかなって。そのちょっと楽しみにしてください。頑張ってください。わかった。まあ膨らますのもほのかちゃんなんで、そう、笑ったらね、2人が笑ったと判断したらもうすぐに膨らませていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。イエイ。それでは参ります。はい、第1問、じゃらん。それはスーパーマリオ。おおおお、危ない。はい、第2問、じゃん。あー、これはですね、あの家電製品。もういいよー。もうお願いします。第3問、じゃじゃん。あー、これはそうですね、あの一時期この言葉にすごい助けられました。月に代わってお仕置きを。おお、はいはい。じゃあ第4問、あー、緑川小春。あります。はぁ、はい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 、あ、めちゃ笑ってる、めちゃ笑ってる。第7問、あ、これはほっぺに塗ります。おぉ、なるほど、はいはいはい。第8問、エアコン。Twitter、Instagram、サブチャンネル、Instagram、サブチャンネル、その他のチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。